貴船の神を深く信仰しお祭りしたことが始まりと言われております。後に熊野神社は聖徳でございますが、波の絵柄に大人の大批判点、水色と桃色の感じで、本日の聖徳でございます。Yeah!
この神輿の大概くぐりは古来より西浜区桂神社に伝わる伝統の神事でございます。Thank you.
披露いただいております。トナフ熊野神社、日船神社、そして串山区春日神社のお神輿、氏子若衆の皆様によります神輿とご覧いただいております。どうぞ会場内の皆様、大きな拍手でお送りいただきまして、お迎えいただくことを存じます。開演いたしました。平成30年第39回勝浦ライフの祭りです。本日もこちら会場内にて皆様に各神社、各地区、各神社の神輿の豪華な展覧が光る、そして勇壮なる神輿担ぎご覧いただきまして、楽しみいただきと存じます。どうぞ皆様大きな拍手を送りくださいますようお願いいたします。トナフ熊野神社、日船神社の神輿、日船皆様、本日も第39回勝浦大漁祭りにお越しいただきまして誠にありがとうございます。勝浦中期合同会見、勝浦大漁祭りでございますが、またお囃子を奏で再現を漏らしてまいりました。お祭りには雨の小屋根のみこしを会場にてお茶人もご披露してくださることと、ご披露いただけることと思います。その際には係役員の指示に従いまして、皆様体内作り演奏をお聞きくださいますようよろしくお願いいたします。川津の矢野浦、内ヶ浦に移住した先人が、
私自身の配信もそのままお待ちしたものと伝えられております。現在でも村周りの渡御の途中、地方に締め飾りをした浜辺に、当初はお旅所と言われておりましたが、後にお産場と言われるようになった場所を設け、みこしを休まして伊勢の大垣に三体物の行いをし、先祖を崇拝するとともに会場安全、大量祈願などを行います。みこしは今から昭和32年、現在に至っております。長谷川平氏の作品でございます。文化財級の一品といわれる素晴らしい彫刻が施されております。担ぎ手の装束は革図の内皮に縁起のいい二松印を配しました。反転に赤と黄色の半染め鉢巻きでございます。
沢倉区秋葉原神社ご宅でただいま延長いたしております。本年度当番区を務めます沢倉区秋葉原神社、それぞれの神社の御神が一堂に会しまして、各神社に受け継がれてまいりました木遣り、神鼓、祭り歌に乗せ、氏子若衆の心意気のもと担がれる重蔵、一部、荘厳で美しい御年の教員を、本日もこちら当会場にて心意気までご賛同をいただきいただきたいと思います。ただいま会場内、受付を終えております。納められました。幅8Thank you.
各地区、各神社の氏子、若衆の皆様にご案内、お願いを申し上げます。参拝会場、入場いたしまして、今年の入場中もお願いいたします。この日、日立の日の皆様、参拝していただきまして、そして、教育所の開業時間帯をご利用いただきます。ご協力をお願いいたします。
まずおみこし負けんなよ。本年度の当番区でございます。川津区川津神社、そして最終回ゲストをお迎えしてまいりました。川津八幡神社をお越しでご覧をいただいております。川津行くよ。私呼んでんの？私呼んでんの？川津呼んでんじゃない？川津八幡神社ご参考や応援券などを用意しております。大阪市場にことをお祭りしております。一昨年、大阪市県立市の市民を設置しております。大阪市は大阪市にいたしまして、県立市大阪市の市民を設置をいたしました。その上に大阪市の屋根には以前、大阪市の屋根に向かいました大阪市を設置中部越しの屋根にも新たにラベン財布を貼り付けいたしました。昨年9月、休校を終えた見越しが戻った際に奉納会を行い、後日お宣伝をいたしました。担ぎ手の消毒でございますが、波模様柄に丸ひらと爪が入りました苗木の発展に桃色の鉢巻き姿でございます。桃色の鎌倉区八幡神社、みこしの入場御御ご案内をさせて、いただきまして、新館区八坂神社みこしの入場となります。おいしい。新館区八坂神社の御御御入場いたしまして、で、受付をいたしまして、その後、西洋菅原さんのご案内をさせていただきます。各神社、ご参加の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。会場内にてご観覧の皆様にご案内お願いを申し上げます。昨年の日本が各神社伝統の神社とともに美しく宮城の神社を一つながら川原のことのイメージ
より隠れる一発であるが、少し塗料の前には危険なところを見ないでございます。ご理解いただきまして、お会話の皆様、お会話の際にはお気楽をなさらぬよう十分ご注意くださいますよう、ご協力よろしくお願いを申し上げます。後に神化と呼ばれるようになったと言われております。平成25年、平成21年の日本みこし協会主催の大江戸みこし祭りに参加いたしまして、2度にわたり大会新賞を受賞いたしました。本年も10月7日日曜日に行われます。大江戸みこし祭り伊賀公園2018に参加する予定でございます。ご一緒八坂神社の皆様、藤子若衆の皆様、いやーやったー、ほら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 はい、すいません。各地区、各神社のみこしが入場してまいりまして、平成30年第39回勝浦皆様に勝浦のみこしの美しさ、勇壮な担ぎっぷりご覧いただきまして、本日もご案内をさせていただきます。新館区八坂神社の大神輿、ただいま入場ご案内、渡御のご披露ご案内を申し上げておりますが、据え付けを終えますと大乗避難祭へとご案内をさせていただきます。
各地区各地区の
役員の皆様、こちら現在のご注意とよろしくお願いを申し上げます。新幹線八坂神社の氏子若衆の皆様によります、美しい日本人たちにご利用いただいております。入場ご案内もお願いしております。皆様どうぞ大きな拍手を持ちまして、新幹線八坂神社の氏子入場お迎えくださいますようよろしくお願いを申し上げます。それでは、すべての神社の神輿が入場いたしまして、開業祈願祭へとご案内をさせていただきます。新幹線八坂神社、ご視聴ありがとうございます。それでは、まもなく花火が上がりまして、花火の合図とともに、平成30年第39回に、松浦大工合同祭典、松浦大漁祭典、大漁祈願祭へとご案内をさせていただきます。新幹線八坂神社の氏子若衆の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の会議を開催するとともに完了した会議をご案内をさせていただきます。各神社のすべての神輿が一堂に会しました。